こんばんは。間違った。間違ってないんだけど、こんにちは。まあです。グラ様、やっていきたいと思います。初めてこんばんはって言ったんだけど、今。いや、別に今ね、撮ってんの夜だから合ってるんだけど、動画出るのも夜だから合ってるんだけど、間違っちゃった。はい、ということで、今日はまずね、無料召喚から引いていきましょう。はい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 、はい、じゃあ次はこっちだね。キャラ、最近なんか星5のキャラ出た気するんだけど誰だったかな。でもなんか虹玉になった気がする。なんかスクショしてツイッター載せようと思って忘れてた。はい、ということでね、今日は何をするかというと、まぁ、ちょっとね、今更感半端ないんですけども、私もね、こう最近結構、未覚醒のユニットの方が減ってきたのかなっていうふうに思うんですよね。結構ポツポツなので、まあやっぱりね、覚醒もグラ様の醍醐味だと思うので、覚醒ユニットをね、まあ使うにしろ使わないにしろ、まあ使うキャラ優先には当然していきたいんだけど、まあまあ増やしていきたいなっていう、まあコレクター要素じゃないけど、そういうのもあるので、今日はね、こちらのロッズくんを覚醒していきたいと思います。なぜなら魂編があったから、ただそれだけ。あ、コンペンだっけ、コンペンがあったから、ただそれだけなんですけども、いきます。お金もあるね。やべえな、こう強くなっちまったら相手するやつがいなくなっちまうぜ。なるほど、いいですね。いい声してるね。はい、ということでロッツくん覚醒していきました。瀕死時奥義ゲージが2ずつ自然回復、瀕死時に回避率 5% アップ、味方全体の回避率 15% アップ、味方の女性ユニットに対して自身の全、あ、なるほどね、女の子がいたらいるだけいいんだ。ウケる。へえ、なるほどね。面白いね。スキルは味方全体の奥義ゲージ4アップ。スキルで味方全体をアップ、4アップか。奥義ゲージは20秒間味方全体の装備 CT 速度 30% アップ。新奥義は20秒間味方全体の奥義ゲージ3アップ、装備ダメージ 60% アップ。いいですよね。で、この人の装備枠もゴリゴリね、物理装備だしね。はい、ということで、ロッツくん覚醒しました。いいね、ああいうさ、なんかこう女性ユニットの数に対してみたいな。ね、面白いな。まあどんだけね、実際使えるのかわからないんですけど、まあ装備 CT アップとか奥義ゲージアップとか、まあ使えるのかなっていう印象があります。はい、ということでね、今回はロッツくんを覚醒してみた動画でした。よければチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。